売れるイラストレーターになるために次にやることのお話をいたします。こんにちは、イラストレーターの吉澤美幸です。売れるイラストレーターになるために次にやることのお話をいたします。前回、イラストレーターになる方法という YouTube 動画をアップしました。その間、私も新刊本の執筆が終わり、やっと落ち着きました。ちょっと時間が空きましたが、第2回ベレーちゃんのイラストレーター研究室、よろしくお願いいたします。前回はイラストレーターは資格がいらない、イラストレーターですと言えばすぐになれる、売れるイラストレーターになるためには準備と研究と努力が必要ということをお話ししました。そして宿題といってはなんですが、今やれることとしてまずはイラストをたくさん描いてねという話をしました。まあ、イラストレーターになりたい人というのはもともとイラストを描くことが大好きな人だと思うので、わざわざそういう宿題を出さなくてもたくさん描いてますよね。私も本当に絵が好きで、仕事の絵はもちろん描きますけど、仕事が終わって、ああ疲れた、じゃあ絵を描こうという感じでプライベートでも絵を描いたりしています。ご飯を食べるのと同じくらい描くことが好きじゃないと、職業として始めるのはやっぱり続かないかな、辛いかなとちょっと思います。本を描くときって一気に100ページくらい描くわけです。そうなると1日1ページではもう間に合わなくて、1日5ページくらい描くんですね。そうなるとメンタル的な強さが必要で、1日1枚は描けるようになろうと目標を持つのも一つです。ただ全員に言われることではなくて、イラストレーターの仕事って本当にいろいろあるので、無理にたくさん描けなくてもできる可能性はあります。筆が遅い人でもだんだん描いていくうちに描けるようになりますので、まずは画材をいつでも取り出せるようなところに置いて、できれば専用の机を作って、そこに座るとすぐ紙があって、ペンや絵の具や、デジタルで描く人はパソコンやタブレットがあって、描きやすい雰囲気になってるとすぐ描けるのではと思います。何でもそうですが、環境づくりは大切です。学生で勉強する人も勉強しやすい雰囲気に模様替えしたりしますよね。たくさん絵を描いてもらうことが大切とお話ししたのはなぜかというと、まず描かないと準備ができないからなんですね。絵がないと看板も上げられませんし、ポートフォリオも作れません。それだけではなく、自分がどのようなイラストレーターになりたいのか見つけることも実はできないんですね。準備で一番大切なのは、自分がどんなイラストレーターになりたいか自分を知るということです。イラストレーターといっても挿絵、古典、自分の絵本とかイラストエッセイ、コミックなど著者になる人、キャラクターイラストを描く仕事、広告のイラストの仕事をする人、いろいろあります。犬がチワワとかパグとか同じ犬なのに犬種によって全く違うように、イラストレーターも全部イラストレーターという肩書きですが、内容が全く違います。そして
さらに作風というものがあるので、同じように挿絵のイラストを描いている人も時代小説の挿絵の人とラノベの挿絵の人では全く違いますよね。作風が違うと見てもらいたいお客様も変わるので、アプローチも変わっていきます。動物のほのぼの系のイラストを描きたいという人が、ロックな雑誌の出版社にイラスト描かせてくださいと言っても、可愛いけどうちでは描いてもらうページはないかな、作風変えられる？みたいなことになってしまいます。逆にその動物ほのぼの系の人が動物の飼い方ムックなどを出している出版社さんに見てもらったら、それなら今度お願いしますと言われる可能性は高いわけです。自分がどんな仕事をしたいのか、どんな作風なのか、しっかりと把握することが大切です。しっかり把握してイラストレーターというお店屋さん作りをしていくと、ちゃんと自分がやりたい仕事の企業さん、ギャラリーさん、出版社さんなどに届きますので、お仕事も来るようになります。なのでまず自分を知ることがすごく大事なんですね。そしてこの自分を知ることというのが簡単そうに見えて意外に難しいんです。自分のことって分かりづらいじゃないですか。自分は几帳面だなと思っていたら、周りからしたら全然そんなことないわよみたいに言われることってないですか？あと自分が何を本当にやりたいのか考えたことってありますか？漠然とイラストレーターになりたいと思っていても、どんなイラストレーターになりたいのか見えてない場合が多いのです。一枚描いたくらいでは分かりません。たまたま描いたイラストで、これ楽しい、ずっとこんな絵を描き続けるイラストレーターになりたいと思っても、続けて描いてみたら意外に大変だったり、あんまり楽しくなかったり、向いてなかったり、実際に何枚も描いてやっぱりこういう作風になってしまう、何を描いても洋服を描きたくなってしまう、一枚しっかり描くというより文字を入れながらお話を作る方が好きだなとか、たくさん描いてると見えてきます。そのために前回の宿題で毎日たくさん絵を描いてくださいとお話ししました。たくさん描いていると自分の作風とか好きなモチーフとかがだんだん分かってきます。分からないときは誰かお友達に見せたり SNS などに載せたりして、どれがいいと思う？どれが好き？というように聞いてみるのも手です。こういう絵のシリーズがいいね、もっと見たいななど、いろいろ感想を言われたところで、自分とは思ってもいなかったような反応や意見があって、大きな発見があるものです。もちろんあまり他人の意見に惑わされるのも良くはないです。でも客観的に自分の作品を見れないときは、こういうこともやってみるといいですよ。自分の気持ちとまた向き合って、あ、こういう絵って喜ばれるんだな、描いてて楽しいなとか、いやいや、やっぱり自分は何を言われてもこういう絵の仕事がしたいというように、自分のやりたいことを探してみてください。そんな風に自分がやりたい方向性が決まったら、そこからイメージして
どういうところで仕事がしたいイラストレーターなのか考えていきましょう。自分のやりたいイラストレーターのイメージをずっと保ちながら、インスタグラムやツイッターなどにイラストを投稿していくと、あ、この人はこういうイラストを描くイラストレーターさんなんだな、ということが分かってもらえます。毎回試してみたというように、いろいろな作風で上げてばかりいると、何でも屋さんなんだなということに思われるわけです。自分はこれというものを見つけて、やりたい仕事のイラストを上げ続けていくと、そのイラストを気に入った人からお仕事の声がかかります。今のお話では SNS に上げる前提でお話ししましたが、今の時代、ウェブ上に自分の作品帳がないと誰にも見てもらえないし、逆にあれば見てもらってお声がかかるので無料でできますから、 SNS の作品帳は絶対作ってほしいです。というか、ないとお仕事は来ないと思います。さらに言うと、それを作ればイラストレーターのお店ができたということにもなります。次の宿題としては、 SNS をされていない方はぜひブログやツイッター、インスタグラムなど、何か自分に合った SNS を始めて、イラストレーターの〇〇ですと言い切って、たくさん描いた作品を毎日1枚投稿してみてください。そして意外に忘れている人が多いのですが、必ずお仕事のご依頼は DM にメールにというように、お仕事を募集しているんだということを告知していただくと、あ、この人はお仕事を募集しているイラストレーターさんなんだなということが分かりますので、ご依頼も来るかと思います。7月からこまえ FM こまラジで、私のラジオ番組、吉澤みゆきのアトリエにようこそという番組をさせてもらっています。アートが好きな人のための番組で、大人の美術部をテーマにしています。普段は塗り絵や簡単な絵の描き方などについてのお話ですが、イラストレーターのゲストさんに、イラストレーターになったきっかけとか、目指す人へのアドバイスなどもお話をしていただいていますので、ぜひそちらもご参考になさってください。ラジオを聞けなかった人のために、アーカイブも作って YouTube に載せていますので、ご覧になってください。では最後に今日のまとめです。ご案内です。イラストレーターを目指す人、仕事を増やしたい人のためのイラストレーター講座という個別コンサルをしています。コンサルについては個別ですが、生徒さん同士のコミュニティもありますので、イラストレーターの情報などを交換している講座です。3ヶ月講座で、次回の募集は11月頃の予定ですが、個別コンサルのため少人数しか毎回お受けできないので、あっという間に埋まります。募集は専用 LINE 公式イラストレーター研究室でさせていただいていて、お申し込みもそちらからになります。
気になる方は QR コードからぜひ LINE 公式にご登録ください。ゆっくりペースですが、またこういう動画を作ってみたいと思います。よかったらいいねとチャンネル登録していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。